ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスやレンタル DVD で比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回はマルクス兄弟、オペラの夜。監督はサム・ウッド。1935年の作品です。テノール歌手のラスパリをニューヨークで公演させるべく、勇敢マダムから資金を調達する山氏のドリフト・ウッド。ラスパリが横恋慕しているソプラノ歌手、ローザの恋人の無名歌手や、そのマネージャー、物言わぬ男など、奇妙な連中がどさくさのうちに、アメリカ行きの客船へ紛れ込み、果たして、というお話です。出演は、グルーチョ、チコ、ハーポのマルクス兄弟、キティ・カーライル、アラン・ジョーンズ、ウォルター・ウルフ・キングほか、トーキーの登場とともにボードビルから映画へ進出したマルクス兄弟の代表作の一つ。サイレントには存在しなかった、まくし立てるセリフが特徴の新しいコメディー。ドリフのコントの原型を見るような作品です。最後までご視聴いただきありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。